いや、育ったなぁ。いやぁ。すごいね。生命力すごいな、それ。いや、俺はこれ、いい土だもの、これ。ああ、いや、そしたら。オフィス内に、小麦って。いや、社長が、このオフィスには花がねっつうからよ。俺はちょっと、いろいろ考えた結果よ。やっぱこれがいいかなと思ってさ。いや、花は咲いてないし、なんなら。うん、なんだあれ。なんかあるね、これ。マヌケどもへ。誰がマヌケどもじゃ。カルピにマフラー。マラさんのことかな、これ。どうも、ね、はい。俺、また二人の違う、俺だけじゃないな。え、何マフラー、社長の娘から。なんか、なんか、え、金髪だよね、これ。社長の娘、なんか髪生えたね。急に。なんかピアスしてるしね、なんかね。なんか あんなロン毛だったっけ社長。わかんない。なんか、後ろに誰かいませんこれ。これ、なんか、違うよねこれ。なんか、クソコラだよねこれね。A ボタン。A ボタンがあるね、これ。何 A ボタンって。まあ、とりあえずね。はい。社長令嬢の命令なんで、集めていきましょう。はい、あー、なるほどね。あー、なるほど、なるほど。ケイトも変えねんか、あいつは。よし、行こうか。せーの。かわいそう。アドバイト！いやー、意図ないねー。意図ないねっつってね！第1回！絶対に笑ってはいけない！ケイト探し、24時!24 時間も、24時間もやんの、これ。え？何？どうしたの？さあ、始まりました。え？ケイト探し24時、はい。今年からやっていこうと思います。なんでその見切れてんの？ねえ。しかも、ケイト探しって地味じゃないそれ。ねえ。それではね、今年のテーマは、社長令嬢のケイト探しということで。はい。ルールとしては、24時間で、ケイトを探して、その間、笑ってはいけません。あー、なるほど。笑ってしまうと、なんで笑っちゃいけないんだろう。はい。笑ってしまうと、きつーい罰ゲームが待っています。なるほど。いなくなったなに俺一人でやんのこれ。ディディー、チリネコアウト。え、うわ、なんか来た。なに当たってない削れた。当たってないこれ。当たってない。帰った帰っていった。なんだあれなんだろう、でも、全然意図ないな。どこだろう。あれ、あっ、やばい、あっはまった、やばいはまったやばい、クモの巣にはまった、やばい、ディディー、チーネコアウト。おい、台本ではお前が笑うと当たってない。2018年。ありがとうございま、言わんの？来年もよろしくお願いします。お願いします。